奴らの情報通り、ここにはたくさんの人間たちが集まっているようだな。さあ、俺の目的のためにモロだ、行け。そこまでだ。変身。ドライブ。タイプスピード。仮面ライダー。ああ、俺は刑事で仮面ライダー。仮面ライダー、ドライブ。てね、痛い目見たくなかったらおとなしくしてろ。邪魔するやつ。消す。ああ、そうなるよな。よし、来い。さあ、みんな一緒にドライブを応援してね。頑張れ。よし、片付いたか。しかしちょっと引っかかるな。あっけなさすぎる。まだ終わりじゃないのか。おっと、おいみんな大丈夫だったか。そうか、みんな怪我してないみたいだな。間に合ってよかった。俺はさっきのやつらのこともう少し調べてみる。みんな、じゃあな。仮面ライダー、単なる噂だと思っていたんだがな。このまま奴にうろつかれては厄介だ。仕方ない、直接俺が動くとしよう。会場の人間ども、この俺の目的はここに集まったお前たちにある。俺はさらに完全なる生命体になるんだ。お前たち人間の未知なる可能性というものに目をつけた。お前たちをデータにし取り込み、俺は究極の進化を遂げるというわけだ。ずいぶん好き勝手やってくれてるようだな。なんだ貴様、奴らの差し金か。俺の邪魔をするというならば、誰であろうと容赦はしないぞ。いや、待て。俺はお前と戦う気はない。しかしそれよりも人間の無限の可能性か。面白い。私も興味がある。この私が力を貸してやろう。どうだ、この私に考えがある。ここはこの私に任せてもらおうか。よし、いいか会場の人間たちよ。先ほど話があった通り、我々はここに集まったお前たちに用がある。我々ロイミュードがお前たちをデータ化し、そして我々の体の一部として取り込む。しかし誰でも彼でもいいというわけではない。元気のない者、やる気のない者のデータなど必要はない。そこだ、今からある方法を使い、お前たちが元気があるかどうか、まずはそれを調べていこうと思う。いいか、今からこの私が大きな声でおーすと挨拶をする。そしたらお前たちももっと大きい声でおーすと返してくれ。その声の大きさでお前たちが元気があるかどうか、まずはそれを調べていこうと思う。どうだ、わかったか。は
分かったら大きな声で返事だ。はーい。どうしよう、惜しいだろう。それじゃあ行ってみるぞ。会場に集まった人間たちを押す。どうしたどうした、全然元気ないぞ。もっと大きい声で押す。まだまだ大きい声で押す。もっともっと大きい声で押す。一度大きい声で押す。よーしよーし、なかなか声が出てきたな。しかしな、声がバラバラだ。これでは僕は私はサボっていても大丈夫だというな、けしからんやつがいるかもしれん。今からこの会場をいくつかに分けてもう一度調べていくぞ。まずは男の子だ。男の子だけ手を挙げろ。はーい。おお、男の子はたくさんいるな。いいか、男の子は何よりかにより元気がなくてはいけない。この会場で一番大きい声を出すんだ。わかったな。よし、それでは行ってみよう。会場に集まった男の子だけ、およしよしよし、男の子はとても元気だ。素晴らしいぞ。よし、続いて女の子だ。次は女の子だけ手を挙げて、はーい。おお、女の子ちょっと数は減ってしまったか。でもな、いいか、女の子も男の子に負けないくらい元気で、そして可愛らしい声で頼むぞ。よーし、それでは行ってみよう。会場に集まった女の子だけ、おっ、よし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 、ちょっとな、数は少ないから、その分とても可愛らしかった。いいぞ、その調子で元気いっぱいいてくれたまえ。よーし、それでは続いて、さっきからその隣でボケーっと見ているお父さんにお母さん、手を挙げなさい。はい。どうしたどうした、何をだらだら手を挙げてるか。いいか、お前たちよりもな、ここでこんな格好して喋ってる私の方がよっぽど恥ずかしいんだ。もういいですか、大人の皆さんは子供たちのお手本になるように素晴らしい元気な大人の挨拶を頼みますよ。よーし、それでは行ってみよう。会場に集まった大人たちだけ、おーす。なんだその我々ロイミズ、うおーす、低い低い疲れ切った声は、全く、まあいいだろうな。ここにいる子供たちはとても元気があるようだ。これならば我々のデータにするとして十分資格があるようだ。さあ、下調べは十分だろう、あとは任せた。上出来だ。これならば俺の目的は達成されるに違いないだろう。ビーカボルーム、今からこの俺が合図をしたら、この会場に降り立ち、特に元気の良かった人間をここへ連れてくるのだ。抵抗する者には容赦はするな。分かった。さあボルーム、受け。待て、やっぱり黒幕がいたみたいだ。仮面ライダーか。貴様の力を見極めてやる。その前に倒してやるよ。お先。うわを秘めた人間を取り込み、究極の存在になるのだ。人間を取り込む、そんなことさせるわけないだろう。知ったことか、うん、貴様もなかなか面白いな。この俺が取り込んでくれよ。しかしそれはもう少し後。逃がすか。以上にしつこいな。ここはどこかに隠れてやり過ごそう。お前たち、俺が隠れていることを奴に言うんじゃないぞ。確かこの辺りに逃げてきたはずなのに、
あいつどこ行ったんだ。みんなどうしたんだ。そうか、ロイミュードのこと何か知ってるみたいだな。よし、聞き込み調査開始だ。みんな、ロイミュードがどこに行ったか知ってるか。知ってるお友達は大きな声で俺に教えてくれ。え、なんだって。向こう、違う、こっち。こら、おい、うんちゃい。そこ、みんな、ロイミュードはそこに隠れてるんだな。そこでいいよってお友達は、はーい。わかった、みんな、協力ありがとう。ロイミュード、そこにいるのはもうバレてるんだ。おとなしく出てこい。こうなれば、本日もお勤めご苦労様であります。それでは本館は別件がありますので。って、おい、そんなの騙されるわけないだろう。な、何、俺の芝居は完璧なはず。これも俺の人間のデータが不足してるせいなのか。こういう問題じゃないだろう。えい、こうなればここで貴様を片付けてやる。行くぞ。よし、これで一件落着から。さて、ちょっと疲れたし一眠りしてくるかな。みんな、また何かあったら俺のこと呼んでくるよな。やつめ、あの程度でやられるとはな。使えんやつだ。会場の人間たちよ、先ほどお前たちと挨拶をし、お前たちのことを調べたことで、お前たちが元気があることはよく分かった。しかし、それだけではまだ足りないようだ。そこいだ、今からお前たちをテストをし、さらにもっとお前たち人間のことを調べていこうと思う。テストといっても簡単なものだ。お前たち人間が我々ロイミュードの仲間になれるかどうか、そういうテストを行っていきたいと思う。どうだ、この中で我々ロイミュードと仲間になりたい、お友達になりたい、そういうやつはいるか。そういう人間は手を挙げてみろ。はーい。おー、少ないな。よーし、いいか、私たちの仲間になった者には素晴らしいお土産をプレゼントしよう。お土産欲しいと手を挙げて。はーい。おー、増えた増えた、元気なやつだ。よし、そのまま元気よく手を挙げてるんだ。はーい。はーい、はーい。おー、しそうだな。私が今から向かわりるかな。元気よく手を挙げていてくれれば。はーい。はーい。よし、やな。君から聞いてみようかな。よし、君は我々の仲間になりたいですか。連絡ないのか。連絡ないのか。もう一人探します。はーい。はーい。他の子探しの。はーい。はい、じゃあ君聞いてみようかな。君は私の仲間になりたいですか。連絡ないのか。じゃあ手を挙げるの。もう。はーい。はーい。あ、はい、あ、じゃあそこのね、女の子を聞いてみようかな。はい、はい、君は私の仲間になりたいですか。何が面白いんだ。何も面白いこと言ってないよ。はい、じゃあ後ろの子、ちょっと大きいけど聞いてみよう。はい、君は我々の仲間になりたいですか。はい、なりたい。よし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 、やっとまともな答えが返ってきたな。はい、じゃあ君、君、君、よし、君一人ね。まず君一人ゲット。はい、はい、こっちだ。よし、おーしよな、戦闘員よな、この子をステージに上げてやれ。おーし、あとな、あと何人か欲しいな。二人くらい欲しいな。良さそうなちびっこやないか。はーい。